フェレンツバーロシテ t ーこと、フェレンツバーロシトルナクルブは、ハンガリーの首都ブダペストに本拠を置く、スポーツクラブである。サッカー、アイスホッケー、水球、サイクリング、女子ハンドボールなどの部門がある。ブダペストのフェレンツバーロシ地区を本拠地としており、ライバルは、同市内のウイペシュと、デブレチェン、バシャシュ、ホンベイド、MTK ブダペストなどがある。 1950年代の選手たちフェレンツバーロシ。TC はハンガリーで最も人気のあるサッカーチームである。サッカー部門が創設されたのは1900年。ハンガリー国内リーグで最多の優勝回数を誇る。共産主義政権時代は、有 k 無けの優遇を受ける軍や秘密警察が支援するクラブに対し、FTC は民衆のクラブとして市民の人気を集めた。 ハンガリー人唯一のバロンドール受賞者、アルベルト・フローリアーンを用した1960年代には、1964から1965シーズンのインターシティーズ・フェアーズカップで優勝、1967から1968シーズンのフェアーズカップで準優勝した。1974から1975シーズンの UEFA カップ・ウィーナーズカップでも準優勝した。 国際サッカー歴史統計連盟が発表した20世紀ヨーロッパにおけるクラブランキングではハンガリーのクラブとしては最上位の13位にランクされた。2006から07シーズン終了後財政難を理由として2部リーグに強制降格させられた。1901年のリーグ創設以来常に一部に所属し続けた FTC にとって初の2部降格となった。 フェレンツバーロシ TC の最大のライバルは、ウイペシュと FC である。この2チームはハンガリーで最も人気があり成功しているチームである。そのため、ブダペストダービーの中でも最も関心を集めるダービーである。他に、MTK ブダペスト FC、ブダペストホンベード FC、デブレツン VSC とライバル関係にある。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。